こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。ーす。<laughs> はい。ということで、定積分と不等式という、ね、内容のお話なんですけど、これね、一応2つ話があるんですけど、今日はその1本目の話をする感じです。さあ、どういう時に使えるかということなんですけど、y コル fx が、えー、単調増加。もしくは単調減少になっている時に使える話です。 さあ、最近俺の気に入ってるワード。心の斜線部分の面積。ね。ここにおそらく斜線塗られるだろうってそのみんなの心の中にある斜線部分の面積。これを評価したいと思います、ね。どういう値より大きいかなとか、値より小さいかなってことを評価していきたいと思います。さあ、そんな時にね、この単調増加とか単調減少だった時はね、 この関数の外側に横幅が等しい階段をポコ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 作ってたときにはいこの心の斜線部分の面積は外側の階段の面積よりは小さいという感じで上から押さえつけられるよねはいなので心の斜線部分の面積は 外階段よりは小さいです。ということです。はい。外階段ときたら、じゃあ次は、内階段だよな。はい。じゃあこれを、こんな具合に、内側に階段作ったとします。さあ、そしたら、心の斜線部分の面積は、内階段よりかは大きいよね。 心の斜線部分を下から支えることができるわけです。ということで、定積分は外階段と内階段で挟めます。でね、この横幅等しいって言い方したんだけども、横幅等しい形にしてあげると、これね、高さは曲線の Y 座標。 高さは曲線の Y 座標。つまり、曲線の Y 座標の足し算って形で表現できることになるわけよ。いいかい横幅等しければ曲線の Y 座標の和の形で書けるから、この外階段の部分も、内階段の部分も、シグマの形で書けているということなんです。 シグマの範囲が1から n になるかどうかは問題次第だから必ずしもこうじゃないけどもこういう和の形、シグマの形を見たときに今の話をちょっと思い出してもらえたらいいかなという感じです。はい。じゃあちょっと実際に問題文ね見ながらやってみましょう。さあ、じゃあやっていきましょう。SK。これは1から K の逆数の和ですね。 1,2分の1,3分の1,4分の1、って全部逆数を加えていくという結果。はい。で、それを n まで加えた、n までやった時の値が、こいつと、こいつで挟めることを示せということらしい。さあ、どう考えようかなーってことなんですけど、ここの部分が、ズバリ、シグマで表現できるものでしょ 一回、k イコール1から n までの k 分の1ってかけるものなんだよね。で、これって関数 y イコール x 分の1の y 座標の和になってるよね。ちなみにこの x 分の1を積分したらログ出てくるよね。ログなるんだよね。あ、これもしかして。 階段物語なんじゃねえかな、なんてことになってくるわけですよ。ということを考えて、じゃあ、グラフを書いて、階段作ったりとかしてみようかな、という階段物語です。ね、えー、チェコとなんとかの階段物語って,ってね、サザンも。ボケようとしてボケがわからないって今きゃなことになってたんで、えー、 チェコの海岸物語ってことでねあ。正しく言っちゃった。階段物語で。階段じゃなくて階段だよあれですね。あの、岩手県の方にあるあの、リアス式。リアス式階段って言おうとしてまた滑りましたよ。なんかありますか階段。うん、怖いぞ怖いぞって。それは階段物語だろ合ってるじゃねえかってね。 収集つかなくなりましたんで、問題解きたいと思います。では y、y コール x 分の1をまず書いてみます。後で微分して単調現象って言うよね。で、1から k 分の1までの和ってことなんですけど、今回ちょっと外階段作ってみたいと思います。なんでって言わないで。作りたくなったの。はい、1、2、 こうやって、えー、階段を作っていきます。そしたら、一番最後にやってくるであろう N 分の1ってものは、ここ N なはずなんで、N たす1かなはい。N たす1まで、えー、最後来たはずです。さ、あそしたら、今実践で塗ってるこの斜線部分は、 心の斜線部分よりかは大きいよね。はい、今のをちょっと書いていってみましょう。はい、微分して単調現象だから。 図のように、外階段の方が大きくなりますと。じゃあ、x 分の1の積分計算結果は、ログ。で、こちらの斜線部分の面積は、はい、x イコール1の時に y は1。2の時に2分の1。最後、n 分の1。ね。これらの和と掛けるわけだから、 こんな感じ。これ SN だよね。じゃあ、ログ一はゼロだから、ここ残ってくるのはログ N ダス一ですかはい。ということで、外階段から左辺の不等式が登場したかな。ね、外階段から左辺の式が登場ね。オッケー。じゃあ次は内階段の方で作る方やっていきたいと思います。 では今度は内階段行ってみます。内階段、ねえー。こっち側にどんどん作っていきたいそうなんだが、1っていうものは、x イコール1のところの長方形としてこんな風に作っとくかな。次1 2分の1ってのは、x イコール2のところの長方形立ててあげて、 こうやって2分の1作ろう。じゃ、こう考えたら最後 n 分の1ってのは、ここ n。で、こういう状況で階段を表現することができました。さ、あじゃあ図2でも同様にしてでいいかな。はい、図2でも同様に、 斜線部分の面積が0から n までの x 分の1のこの定積分よりも小さい。て、やらないでね。お願いしますよ。ちょっと疑いますよ。ほこの人に行けえかなって心配になっちゃいますからね。いいかいまあ、100億ポを譲ってこれを認めたとしても、これ積分するとログ x で ログ X に0入れなきゃいけなくなるじゃん。あれー、ログ0ってなんだっけログ0、わかんないから0、じゃないからな。もう、存在しないからログ0なんてね。っていうことで、もうほんとね、お願いだから理系やり行くんだったら、こんなことやらないでくださいね。何がまずいか。そもそも、この関数が定義されない X の値を、積分区間に含むようにしちゃダメですよ。 だから、ゼロからってすると、これゼロで定義されないわけだから、この値が存在しないんで、積分計算不能なわけですよ。えー、じゃあ先生、階段これどうするって、値の評価できないじゃんと思うよね。はい。解決方法は、意外と単純です。意外と単純です。あのね、最初の1本目を無理やり積分で押さえつけようとするから、 積分区間0になっちゃうんだよ。だからね。わかったわかった。お前はもういいや。お前のことまで考えるとややこしくなるからいいや。お前はじゃあもう1でいいから。じゃあ、こっから先を積分で評価させてもらうぞってふうにするわけ。よろしい最初の1本目の長方形は、積分には混ぜずに1、1たす積分って形に表現し直すことにします。 なので、こういう風うにしてるものは全部もうごっそりなくしたら、はい。最初の1本目の長方形プラス、1から n までの定積分とするわけ。はい。そしたら、この斜線部分の面積は、先ほども言ってた通り、sn なので、こうなるわけで、そしたら1、1たつ 6n よりも小さいが言えたよね。 で、いいいかなはい、こんな感じででしたでこれでもう驚くべき感動するすごく美味しい話が出てきますけどこれ、ほら逆数の和じゃん。これってどうなるっけ極限。n が無限だったらどうなるっけ いい発散するよね。それよりも、常に値が大きくなるということは、もちの論のこと、こいつも発散することになるんだよね。はい、実はそういう仕組みになっていたわけですね。イエーイ。ということで、この逆数の和実は発散するぞってことが知られております。まあ、そこまでまずは2番で出しておきましょう。 第 N 項までの和が発散するわけだから、無限級数は、無限大に発散するということでした。はい。じゃあね、ちょっと余談なんですけどね、えー、無限級数の値で、今、逆数の和は発散するってことがみんな分かったと思うんですけど、実はこのね、 p が1までは発散なんですよ。p が1以下の時には、実は無限級数が発散することが知られております。で、これが1よりも大きくなると途端に収束するんですよね。なんでそうなるのかなとかね。じゃあ収束するならその極限値はどういう値になるのかなとかね。 そういうのは大学に入った後にしっかり勉強してもらえればいいです。ね。結構面白いんですよ。P が2の時はね、値が6分の π2 乗に収束したりとかね。3乗だったら12分の π だ3乗とかに収束したりとかね。なんで逆数の有利数の和なのに π の2乗とか出てくんのすげーくねーって感動するところね。はい。まあ、ということでね、この無限級数の話をしてきたわけですけども、 階段を作るっていうのは大変ですね。でも、単調増加、単調減少の時だったら階段作って値を評価できる。ね、なかなか面白いもんですよね。そして、まあ、今回の問題で分かったことなんですけど、もう大体これで挟めてるってことだからもう、こいつは大体ね、もうログと同じなのよ。大体ね。大体ログと同じ。はい。ログって発散するよね。N が無限大になったら発散するよね。 だから逆数のはもう発散するわけよ。どれぐらいゆっくりって言うとね、もうほんとログのグラフだからさ、ログのグラフってこれぐらいこうゆっくり発散するから、逆数のはもうこれぐらいね、発散するわけですよ。あれ、どこまで行っても全然こう、えー、今回の動画完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらね、ちゃんともう一回見る、もう二回見るっていう動画の特性を生かしてくださいね。 我々は他のの単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方を見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してね。じゃね